北海道コンサドーレ札幌の小野伸二です。今日はトラップのコツをお伝えします。対戦相手でもこの人トラップうまいなっていう人って、今みんなうまくないですかね。どの選手もなんかそつなくみんなうまいなと思います、はいはい、サッカー技術的な問題でもうね、みんなやっぱそれがもう高くなってるので、個々の能力もそうですし、スキルもそうですしっていうのはすごく感じますね、柿谷選手とかも結構ああね、そうね、彼はまた独特な、まあ普通のトラップっていうのはみんなね、誰しもあると思うんで、だからいろんな場所でトラップして、そうだね、見てる人たちはね、楽しいっていうのがやっぱり一番ホテルカウンで見てこっちでなんで解説っていうより友達がくっついてくるだけなんで。そうですね、まあ、僕自身はまあ、重力に逆らないというか、自分からボールに当てに行くって感覚はないんですよ。ボールが自分に寄ってくるんで、それに対して自分も合わせる。だからちょっと自分の中ではボールが来たらこうちょっと引いてる、自分もそれに合わせてこう引いてる感覚はなんかあるんですけど、まあ、でもそうですね、もう練習やりすぎてトラップ練習をたくさんやってればこの多分感覚がつかめるみたいな、トラップするんじゃなくてトラップさせてもらってるみたいな感じで、来たボールに合わせて呼吸をするみたいな感じです。どこが最終地点っていうのが分からなかったらやっぱりそれはうまくトラップもできないし、一番最初にもうどこに落ちてくるっていうことをまず前提に考えて動けば焦りもなくなるし、自然とボールがそこに来る。まあ、もちろん風だとかね、そういう影響もいろいろたくさんあるかもしれないですけど、どこに来るんだっていうところから始まります。で、そこにちゃんと自分がまずポジションを取って、でそのボールに合わせてあとは呼吸する。繰り返し何回もボール蹴っても蹴られて、でも蹴るっていう動作はもう結局はトラップに必要なものではあるんですよ。強さだとかっていうのはね。なんでやっぱトラップだけの練習じゃなくて、蹴るとこにトラップの要素も含まれてると思うので、それはただ単にいつも同じキックをするんじゃなくて、柔らかいキックをするとか、そういうのを全部トラップに共通してくるもので、まあ、そういう感覚っていうのを常にずっと何回も繰り返してやるとできるんじゃないかな。ビタッとパスを収まってますね。敵いないで蹴れなかったらもう蹴れないです。基本中の基本です。次どうするかっていうことを考える、 0. 何秒の差で状況ってもう全て変わってくるので、だそこに対してすぐ蹴れる場所に、それは、まあ、距離もそうですよね。距離が長かったらやっぱりボールとの距離を長くしないとやっぱ強いボール蹴れない。でも そこら辺に近いところにパスだったら別にこう細かいトラップで、そこら辺はその時の判断でどこに止めるか、あともちろんディフェンス敵もいるわけですから、でそこに対して敵が思ってるところに止めたら意味もないし、敵がこっちに止めるだろうって思ってる逆を取んなきゃやっぱりいけないんで、ってことも考えてトラップっていうのは常々試合中はやる。もうその瞬時ですね。
もうその時点で僕は決めます。もう絶対決めとくんじゃなくて、だって状況変わるんで、で敵も1人だったのが2人来る可能性もあるしとかって考えて、あこの状況は足の裏がいいかなとか、足の甲がいいのかインサイドのアウトサイドがいいのか、そういうのはもう本当その場で決めます。言ったように何回練習する時も同じとこ止めないで、なるべくいろんなとこ使って、そっちの方が面白いじゃないですか、いろんなとこ使えたら見てる人たちも。基本的にはそれはそうだと思うんですけど、別にそうじゃないボールって来るじゃないですか。もうこれはもう足を伸ばさなきゃいけないとかっていう意味では、別にさっき言ったようにどこが落下地点なのかっていう、そこが一番大事で、そこに合わせられなければ多分いいトラップも絶対できないと思う。そういうボールに真正面から入ろうと思ったら、まあ間に合わないこともたくさんあるし、でも自分でちゃんと落下地点さえ分かっていれば、そこに合わせて呼吸していいトラップをしていくことは可能だと思う。もちろん真正面に入ることは一番大事なことですけど、まあ、サッカー あのゲームの中においてそんな毎回毎回そんな正しい、ポジションを取れることはないので、瞬時に行かなきゃいけないとか取り行かなきゃいけないこともあるので、まあ、そういった意味では言ったようにどこにボールが落ちてくるか、それは早くやっぱ誰よりも早く嗅ぎつけてそのポジションをしっかり取れるか、すごい大事かなと。ポイントは呼吸です。